見てた。7分の模試の結果を見せてください。結論、京都大学 A 班、京大模試の偏差値は 63.9、 大志望の経済学部の定員180人中48位。この事実から自分は余裕で京大に合格している。特に点数の取り方のバランスもいい。全教科まんべんなく取れたことからクラスでついた俺のあだ名は京大模試界のコーンフレーク。お前らも俺みたいに頑張れよ。